どうでしたか。俺浮いてねって思って食今失ってるんです。うん、最後なんか全部委ねられませんでした。そう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 ね、戦いこうバチバチな関係で、ドラゴンポジションじゃないですか。分裂したんです。そうそう、分裂して、まあ仲悪かったですもんね、だってそれですもんね。そうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ今回ですね、はい、先ほど終わりましたけど、どうでしたか。いやー。上げてもしゃあないと思うけどな。言うね。どうだったんですか。いやもうめちゃめちゃ異色のね、もうこの並び。いや正直その出してもらえたことすごいありがたいんですけど、うん、俺浮いてねって思って。いやだってもう浮く気満々できてる。いやでも実際出たら多分緊張するんやろなと思って。ああ。まあテストというか、うん、そうそうぶっちゃけ。もらう側やったらね。うん、それはあると思いますよ。え、どういう森鉄のコネでというか、うん、そうそうそ う, そうなんかまあ職失ってある時ある場所に行ってたらなんかちょっと僕の知り合いとコネクションコネクションそうコネクションできて職今失ってるんですか。あるそう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 、だから本当はね出る側そう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 ぐらいだった。なんていうの欲しかったしプロテイン代5万円。そう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 。え、何されてるんですか今。はい、何してるやろ。本当に俺今宙をさまよってるもんな。本当にそういう状況で、うん、じゃあある意味逆に面白いんじゃないかな、こっち側にいた方がっていう感じ。なんで俺やねんみたいな声を、ね、っていうところかけたんですよ、うん、実は。まあ栄光盛衰じゃないですか、こう見てますからね、こういうの、うん、なんでもう田橋さんに向けての言葉は本当に自分に向けてるような言葉だった。自分に返ってきてる全部みたいな。どうでしたかベテランチは。いやでもなんか楽しかったっす。楽しんでたわ、一番楽しんでたわ。なんか本当に普段 YouTube 見てたら思ったよなっていう悪口を言ってたら仕事としてそれができるっていうか。別にほんまにただただ悪口を言うだけ。好評になって続いてってほしいなっていうのを思いました。僕はね、でもね、あのね、戦いがね、あそんなに。なるほどなるほど、はいはいはい、タイガでしたっけ、ドラゴンファンディング。ああドラゴンファン、まあまあちょっとドラゴンファンディングみたいになってるけど、あれはね、あの企画。確かにタイガーファンディングとね、そうね、なんかもうこうバチバチな関係。ドラゴンポジションじゃないですか、どう考えたんだよ。森鉄軍と何軍ですか彼は。何軍、いやむずいわ、くくるの。いいもう、あいや、そしたらなんかもっと大きい集団みたいな。確かに確かに、まあ、まあまあまあね、ドラゴンファンディング、うん、まあちょっと似たようなのがねあったんですよ、ちょっと。それでいろいろトラブルがあって。それで分裂したんですよ。そうそう、分裂してまさかねこんな風になるとは。いや松村さんがね最終一さんは全然違う企画ですからって一緒じゃん。全く全部一緒じゃん。でも学とかが全然違う。学力をなんか本当にテストする、その場でテストするっていうのは確かにまあ違ったなと思うんですけど、いやもう本当にガチでやりましたからね、あれね、その場で本当に初めて見る初見の問題で、あれはプレッシャーすごいだろうなと思いましたけど、まあまあまあ、できてないです。まあまあまあ、全然できてなかった。ね、いやでもまあで最後です宣言させたのはでかいと思います。まあそうか、うん、ね、いきなりあの場でこれで最後ですからねって言って、みたいな、決めちゃったって思ってすごいなと思いましたけどね。怖い怖い怖い。え、もうメンバーは僕らはもう毎回出れるんですか。わかんないです、何にも。これ松原さん初回やから。そもそもまた出たいですね。まメサイエさんにまた会いたいです。あ、いいですよ、映りますちょっと。あ、最後すいません、一瞬だけ。はい、一瞬だけすいません、いいんですか。はい、いいですか。はい、ベテランさん、なんでこの女が来るんだって顔見てた。あ、いやいやいや、なんでこの女が来るんだって顔してた。僕の動画じゃないんで、森鉄の。森鉄先生、お世話になりました。32年前ぐらいに大学受験、あ、嘘言っちゃった、32年プラス4だ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、すごい久しぶりに大学の問題とか見て面白かったです。あ、よかったです。上智ですからね。すいません、上智大学卒業で申し訳ないです。全然英語喋れません、すいません、はい、すごかった時代の上智ですから。あ、今ダメになっちゃったんですよね。いや、その頃にね、森鉄さんとかにお会いしていればもっと受験楽だったかな、もっといいところを目指したかなと思っております。なるほど、なかなか難しいですね、この状態でタイムスリップしなきゃいけない。生まれてない。そ
んだ。もしかして。いやいや、それは。はい、司会させていただきました、はい、あの上村直美と申します。最後どうでした、あの 選んだ時の話。いや、びっくりですよっていうか、あの軽くこのお仕事を受けたら、はい、司会をするつもりで来たので、最後なんか全部委ねられませんでした、私もしかして。ごめんなさい。そんな番組でした。よく喋る。あ、そうですよ。もうごめんなさいね。次があるんで、じゃあそろそろ失礼します。そうなんですよ、本当に、はい、ありがとうございました。仕事あるのに本当にこんなことで、お疲れ様です。すごい、でもね、YouTube の皆さんを普通に YouTube 見てたから、まさか目の前にこんながっつり YouTube の皆さんと一緒にできると思わなくて楽しかったです。ありがとうございました。フワちゃんかなんかさ、奥がはようって言ってたんだ。そう、はようっつって声が、はよう、つかんねんって言って、はい、よく喋りましたね。最後すごかった、嵐のようにさっていった。いやでもね、松原さんも一体何があったんでしょうね、本当にね。なんかね、揉めちゃってね。揉めちゃってね。それやりましょうよ、仲直り企画。仲直り企画、僕とメサイヤさんで密着してナレーションとかつけて仲直りできっかな。なかなかの溝でしたわ。なかなかの溝でした。なかなかの溝でした。はい。どれぐらいの深さですか。いやーもうね、あの氷山の一角っていう例に出てくる、あの氷、ね、あーあれぐらい、あれの長さみたいな感じでしたね。深さがすごかったです。まあ仲悪かったですもんね、だってね、グループもね。うわー、そんなん言うの。そうなんすね。いや、まあでもまあ正直その、まあ、グループで人間なんていうの、やっぱ複数集まったらそれは良くない時期もありますよ。そりゃそりゃ、そりゃそうで、仲良くなかったら解散しないし、ね、仲良かったら続ければいいの。あ、やべ。でもなんか他のグループも解散も見てるけど、はい、まあ、あそう別に個人で連絡とかもするから、はいはい、多分本当やばいとこまで行ってないというか、はい、もう本当に、まあまあ、うん、やばいとかじゃないというか、ちょっと一緒にやっていくのはきついなってだけで、ほんまに憎んでるとかまで行ってないとか、全部大部分。ちなみに憎み合って解散したのはどういうグループだったの。おっとー。このグループが憎み合って解散した。名前だね。しジョン・レノンとかはやっぱりそういう感じでしたね。え、今日そういう回、今日そういう回なの。いいとこつくね。今日そういう回なの。メグウィンとかさ、この前あったっしょ。いやそういう感じだったんですけど、まあね、続けられるとまあいいんですけど、どんだけ人気出るかにもよると思うんで。まあ、なるようになるさ。そうだね、インドグローブ。あるね、はい、でも本当にありがとうございましたもんね。そうそう、大阪来てましたからね。うん、意外と関西の人たちだったんで、今日はもう周りが、確かに確かに、でね、松原さんもまあ大阪住んでるし、うん、まあ、ベテランチも当然関西ですしね、うん、今関西在住にも何も戻りました。関西ボーイなんで今はもう戻りました、うん、スタッフあんだけいてどうした。もういや、まあでもメサイヤさんとかそういう仕事でいっぱいやるから、なんか俺だけなんかすごい生意気になってああいう結構現場あったから。ああ、なるほどなるほど。もっとでかいの多分ありますよね。なんか前一回テレビも出たから、なんか、まあ、まあすごいなと 思いましたね、うん、やっぱりいざああやっていろんな機材とかがあると、うん、人とか、ね、なんかあの声カスカスのカメラ。いや、それめっちゃ思ってたそれ。いや、ドッキリかと思った。これさ、本人も見るでしょ。びっくりしてたよ、びっくりした、びっくりした。面白かった。もうほんと笑いこらえるの大変だったもん。撮影うまそうと思って。もうちょっと来て。やばいやばい、まあ、まあまあ続き今後もできていければいいと思うんですけどね、ぜひまあ見てもらえればバズるんすよ ね、まあ、まあ新たな層は絶対いると思うんで、メサイヤさん見て、まあ確かに、うん、化学反応もありそうですよね。なったらいいかなと思います。イエスイエス、はい、イエスイエス、イエスイエス。これから、うん、簡単な英語いっぱい、はい、俺は知らんけどね、あんまり英語。一応近代言ってますからね。でも、もう昔の話なのよ。昔の話なのよ。言ってるんでね。そうそう、勉強してたんですか。してたな。もうしてた。10年以上前。たんで何も覚えてないけど、うん、じゃあぜひ次回会ったら、じゃあその松原さんの仲直り企画も。そうですね、僕ら2人でやるんだ、本当に。メサイヤさんのナレーションで松原さんのお家に行くやー行くか松原んちみたいな。そう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 。じゃあ
ありがとうございました、本当に長い間。いえいえ、こちらこそです。本当にすげえ時間取ったな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どういうことだ。お疲れ様。面白。